知らんぞ。陸にいてもいずれ捕まる。でも、あんな航路があったとしても、どうせ大金を求められるんだろう。坂井。遅かったじゃないか。心配したよ。捕まったかと思った。文を届けるのに手間取ってな。読んでもらえた。あんたの戦に加勢するって。そう願うが、待っておる暇はない。風が強くなってきた。朝には大風が来るな。ヒアリは無事に奪えたか。痛手を負わせられるほどにね。それとクロードに従うため城を抜けた兵を見つけた。万端だ。夜明けとともに攻めるぞ。そう伝えるよ。みんなに会ってきて。話を聞きたがってる。もうこのやつだ。石碑には傷一つつけてないんだ。石碑を壊そうと思う不届き。坂井様、あなた様のご分をお祈りしております。乗りを、やはり来てくれたか。苦難を乗り越えた中です。来て当然でしょう。お主の兄君と僧兵らの仇を討とう。故郷を取り返すだけで幸せです。それでも御仏は導いてください。坂井。坂井先生、巴の件ですか。この間にも巴の旧兵は島中の民を襲っておるぞ。ならば共に止めに行きましょう。その弓頼りにしております。巴が気がかりです。我らで範を撃つ。巴の助力など枯葉のように儚いものよ。先生、感謝しております。あまり干渉にふけるでない。先生もでしょう。覚悟はつきましたか。この家に生まれた時からな。明日が待ち遠しくてたまらんわ。
お頼みを聞いてください。そりゃそうでしょう。多くの神社が壊されてしまったんだから。ミナリ様へお参りする人が。鎧を仕立て直しましょうか。お体の傷も減りましょう。また頼むぞ。またお侍が現れた。あなた様のお役に立ててよかった。はあ、さあ、いよいよですね。機嫌が良さそうだな。当然ですよ。一日中酒を飲んでますからね。あまり飲みすぎると明日起きられなくなるぞ。戯れはさておき、明日は力の限り戦います。鷹のためにも。頼むぞ、ケンジ。この前、あの煙を追ってみた。何か見つけた。もう一歩。煙の出どころは気になってたんだが、焚き火とは違うようだし、血に飢えた毛布に詳しくないんだよ。ジン、ご一族の仇を追う最中ですが、今がハーンを撃つ好機。奴は夫を殺し、二人の息子を奪った。私もハーンを葬りたい。天誅を下しましょう。その後に犯人探しを続ける。助立ちいたします。お休みを。明日は長くなります。もしくは短いか。そんな話ありえないだろ。養母の友人のいとこが見たんだ。いつ？確か畑で捕虜になってた時に。お主に助けられてから随分と遠くまで来たな。ジンは重くて引きずって歩いたよ。ほどこにしなきゃ村に戻れなかったくらい。全てはお主のおかげだ、ユナ。あんたは死ぬなよ。これまで辛いことばかり。大事な人も亡くした。お願いだ。だがハーンを止めねば。もういいよ。一緒に船を見つけて静かな地に逃げよう。戦は侍どもに任せりゃいい。それは本心か。いいや、俺が死んでも戦い続けてくれ。あんたってやつはひどい男だね。そろそろ休む。まだだ。今はあと少し共にいてくれ。いよいよだ。この時を逃せば二度とハーンを撃てなくなる。ケンジ、ヒアリの手はずはいかに。いつでも矢の雨を降らせられますよ。よし、ユナの合図で放つがよい。猛虎は束になってヒアリを奪いに来るだろう。我らはそこを叩く。火薬も弓兵も定められた場にある。さあ参ろう。酒井、皆の者、武運を。いざ。ジン、志村様はいないね。じきに大風が来る。我らも始めるぞ。あいつの矢は放てるな。今だ。猛虎が来るぞ。すべてなで切りにしろ。誰一人通しちゃダメだ。恐れず戦え。進め。
うまくいったね。猛虎は陣を整えておる。その隙は与えません。ノリオが丘の上の兵を率いておる。ならば落ち合い加勢しましょう。皆さんご無事で。この地で片をつけましょう。今日をハーンの命日にします。志村殿のご加勢は待ちません。私たちはダイモンを攻める。猛虎の気をそらすから、その隙に忍び込め。死にに行くつもりか。ここまで来たんだ、今さら引くつもりはないよ。おのおの方こそ誠の勇士。また生きて会おう。兵の相手は任せな。皆声を出さんか。猛虎にかける情けはないぞ。戦え、酒井様に続けろだ。クロードに続け。屋根に登られた反省自身を見渡し、ハーンの居所を探る。
の櫓を登れば敵陣を見渡せよう。내기좀하신다Bir, üç bas!
사차다붙들었으면맞아안채くだらなかったからな。和平にも応じず、己は戦を選んだ。ではその報いは本土の民に受けてもらう。この対馬からは出さんぞ。